速稼塾の子です。今回ね、特別定額給付金ということで5月以降3ヶ月間の期間限定で申請した方にね、10万円をお配りするよみたいなね、そんな経済対策が行われましたけども、これがね、菅政権になって第2弾本当にあるのかどうか、そして菅総理はね、必要ならやると言ってますけども、これね、どういうふうに必要だと感じさせるかっていう国民の声がすごく大事になってくるんですよ。まあ、ですので私はこうやって動画をね、しつこくしつこくアップしてくるわけなんですけども、そうするとやっぱりね、コメント欄にどうしてもその10万円でも欲しいんだと、生活困ってるんだ、転職できないんだと、まあ、そもそも明日暮らせるかどうか分かんないんだっていうことで、本当にね、病刻みで命が蝕まれていく様子が国民にね、私の方にも届くんで、これね、やっぱりやる意義があるなと思いました。そして私のおすすめとしては、皆さんにね、動画を作れってわけではありません。まあ、私の動画をね、いろいろ拡散していただくっていう手もありますし、あとね、官邸の方にメールを送って我々の国民の声を届けましょう。で、一部の方はね、そんなことしても無駄って言いますけども、じゃあ無駄という方に言いたいんですけども、だったらどういう方法が他にあるんですかって私は聞きたいですね。そのもっといい方法があるんだったら、私はそれを取りたいと思います。ただ思いつかないんで、思いつく方法を私はやってるだけなんで、水をね、刺さないでいただきたいなと思うんですよ。それはね、無理だと思う人は黙ってりゃいいじゃないですか。無理なんだと思うんだったら、希望があるなと思う人の邪魔をする必要はないと思うんですよ。そっから足の引っ張り合いって始まりますし、私もそういう方にね、反論しなければならなくなってくる。まあ反論はしないんですけどね、だからね、絶対無理っていう方がいる限りは無理なんですよ、だから1億人のうちの何人がやってくださいというかなんですよね。1000万人なのか5000万人なのか9000万人なのか、1億人中9000万人がお願いしますって言ったら実現すると思いませんか。なのにどうせ無理って人が5000万人いたらどうですかね、そういうことなんだと思うんですよ。で、今回ちょっと記事を読んでみましょうか。はい、これですね。特別定額給付金10万円2回目再給付、菅新首相の公開討論会での発言等を調べてみたという記事がありますよね。こちらグッと下の方いきますよ。特別定額給付金10万円再給付ね、これ調べてみたってあります。これ詳しくはね、動画説明欄にリンクを貼っておきますので読んでいただければと思いますけども、私がね、この動画でまとめてお話しますので、お忙しい方はね、ここにもありますね、動画を作ってくださる方いるんですね。モイチャンネルっていう方ですね、まあ可能性は低いっていう方が多いと思うんですよ。ただそういうことを言ってる限りはダメだっていうふうになると思いますよね。国民がもうすでに諦めてるよ、いらないよって形で次の舵切ってると思えば、それは行われませんよね。ただ私が思うのは、国民が求めれば、私たちのこのね、政府は私たちが雇ってるわけですから、公務員は乱暴な言い方しますけども、私たちが税金というお金を払って雇ってるわけなんですよ。だからこうしろって言えばやってくれると私は信じますね。もちろんそうならないこともありますよ。でも私たちが大人びてね、どうせ言っても無駄って言って何も言わなければ本当にその通りになります。少しずつでも声を上げることによって、多分ね、そっちの方向にわずかながら動いていくと思うんですよ。で、結果ダメであってもやっぱりね、やるだけやったっていうことを最善尽くしていきたいというね、そういうふうな気持ちは私は失いたくないなと思います。はい、特別定額給付金10万円再給付の発言の出どころはってことですよね。ここにね、茶掛けで書いてあるでしょ。菅氏は12日の公開討論会で、コロナ禍の追加経済対策として現行の給付や融資で収まらないなら徹底して次の手を打っていくとし、特別定額給付金の追加支援についても必要であればしっかり対応したいと述べたと言われてますよね。これ動画もありますし、この夕刊フジの記事にも書かれております。そして改めてこのね、ブログ記事にも掲載されてます。はい、ここにもザクザクがありますよね。菅のミックスで消費刺激、10万円再給付、資産携帯料金大幅値下げに執念ということで、私はね、ここまで言ったんだったら実行すると思いますよ。これが実行できなかったら、やっぱり落胆っていうのはね、私たち国民だけにとどまらず、与党内でも野党内でも追及が起きると思いますからね。それにやっぱり総理になって功績を立てたいと思うのは、多分誰でも同じだと思うんですよ。その最大のものは国民に信任を得るってことですから、国民に喜ばれることを最初にドーンと打ち出しておいて、それから例えばね、無理な政策とかも通すっていう、そういうふうなロジックじゃないかなと思うんですけどね。なるほどね。この網掛けのところに文字起こしたものがあります。しっかりと読んでいただければと思いますけども、これについてはね、動画をすでに
アップしてますんで、そちらの方をご覧いただいてもいいかなと思います。ちょっと動画見てみます。これなんですよ。1分ほどです。菅さん、追加経済対策についてどうお考えでしょうか。まずですね、政府としては雇用はしっかり守っていく、それと同時に事業が継続できるような、そうしたことに全力で今取り組んでいます。そのために給付金あるいは融資、これ無担保無利子の融資とかで、ここはしっかりつないでいきたいと思います。ただこれで収まらなければ、そこは徹底して次の手というのは打ってきます。そして雇用とその事業が継続できるように、そこはまず政府として責任を持って行っていきたい、こう思います。給付金の追加ということもあり得ると。もちろん必要であれば、ここは政府としてはこのような状況ですから、しっかり対応していきたい、こう思っています。はい、いかがでしたか。なんか希望が持てるでしょ。この動画を繰り返し繰り返し見ることによって、本当にそうなるかもしれないって思いましょう。そしてそのための行動をしましょう。官邸にメールを送ってください、ね、総理官邸、こちらの方にお問い合わせフォームがありますんで、しっかりとね、追加経済対策、特別定額給付金、再交付第2弾お願いしますみたいな感じでタイトル作ってね。で、ご自身の状況とか、そしてもう再給付はもう1回給付したんで簡単だということですね。それを分かっていただきましょう。この記事にもありますけどね。はい、まあそんな感じですね。私はね、必ずこれが行われると思います。でも、もしこれが実現しないとしたら、どうせ無理っていうふうな国民がいるってことなんですよね、きっと。皆さんどういうふうに思われるでしょうか。それでは以上です。